ラオスからサバイのぶチャンネルです。9月の21日水曜日ですね。時刻の方は14時55分になります。今日はね、今日はってか今日もね、天気いいです。バンビエ、バンビエ、いつも通り、PTT ですね、ガソスタの PTT バンビエ、PTT バンビエの中にあるアマゾン、カフェアマゾンの、テラスでカメラを回してますと。昨日ね、ルーティング動画の中でちょっと触れたんですけれども、昨日ねカメラは回したんだけど、アップは今日になってます。投稿は今日になってますね。そちらのルーティン動画も、ぜひご覧ください。その中でねちょっと触れたんですけれども、先週ですかね、投稿したですね、ラオス雑感動画ですね。ラオス雑感のね動画の方にね、ちょいちょいね、コメント、あと同じタイミングでね、メールでね、ご意見なんかもいただいたんで、ちょっとその辺なんかをね、ご紹介していこうと思います。まずねコメントでいただいたご質問ですね。これね、皆さんご覧いただけるようにコメント欄の中でね、ご質問もね、僕のアンサーもね、公開になっているので、興味のある方はそちらもご覧ください。まずご質問ですね。ご質問、バンビーは今でもハッピーメニューはありますか、あれば撮影してきてほしいですというご質問というかリクエストですね。リクエストいただきました。だけどね、これに対する僕のアンサーですね、確かに今でもハッピーメニューを提供している店舗は存在しますが、現在でもラオス国内では、イリーガルな位置づけなので、残念ながら撮影は難しいですね。取り逃げできる、旅行者動画なら無責任投稿できるようなので、そちらをご視聴くださいというふうにね、アンサーさせていただきました。これね、多くの方がね、勘違いしてると思うんですけども、ラオスはね、イリーガルです。朝はね吸っちゃいけません。朝はね吸っちゃいけません。これね、これいつだっけ、9月の8日ですね。前の動画でもちょっとね、ご紹介したんですけども、ボリカム祭で、警察が 1.6 トンの大麻、を押収と。これリーガルだったらね、別に押収する必要もないと思うんですね。1.6 トン、まあ、結構な量ですね。これをね、運んでるね、ディーラーがですね、捕まったと。4人のディーラーがね、捕まったということですね。で、前のね、過去動画でもご紹介したんですけれども、ラオス官報のラオス法、第75条によると、500グラム以上の所有者は、終身刑ですよ、終身刑に処され、1億から2億切符、これ100、今のね、レートざっくりね、1万切符100円計算で、100万円から200万円の、罰金が課せられると、規定していますということですね。罰金はね、そんなに高くないですよね。100万円から200万円ですからね。ただね、終身刑くらいって言ったらね、相当ね、辛いと思うんで、これはね、やはりね、リーガルではない、今でもね、リーガルですね。で、あとね、最近ね、クラトムっていうね、植物があるんですけども、それを煮出してね、その麻をね、吸引したのと同じようなね、効果が得られるというね、そういう植物があるんですけども、そちらの方もですね、先日、そのクラトムをね、作ってるね、10代の若者がね、10人か、捕まったということですね。そのクラトムに関してもですね、ラオス国内ではですね、厳しく規制をしてまして、栽培、所有、購入、販売、加工、保管、および、輸出入をね、全部これイリーガルになってます。だからね、その辺はね、触らない方がいいと思います。で、ラオスはね、今ね、麻薬撲滅、キャンペーンみたいなのをやってますね。で、ルアンパバーンではね、麻薬の売人による自爆テロで、警官3人がね、命を殉職されたという話ですとか、フワパンでね、やっぱりその売人にね、銃撃された後ね、一人のね、警官がね、殉職されたなんていうね、なかなかね、激しく、
取り締まりがね、進められてますね。で、このあれですね、結構ね、多くの方知らないんですけども、なんすかね、ラオスがね、リーガルになったっていうね、このミスエラーをね、誘うね、タイのね、あれですね、麻薬リストからの、アサ類の、リストからの取り外し、これなんですけれども、タイってね、なんか、上院下院なんですかね、で、下院の方でですね、その、取り外し、麻薬リストからの、除外にね、反対する、のが198票で、賛成するのが136票でですね、下院ではですね、また元通り規制をしなきゃダメだっていう風なね、動きになってるらしいですね。これはですね、まあ、一応ね、ここのソースはね、リンクね、概要欄に貼っとくんで、興味のある方はね、見に行ってみてください。まあ、そんな感じでですね、なかなか、あれです、その辺の、勘違いをしてると、ちょいちょいね、辛い思いをするんじゃないかなと思います。次ですね、あとね、この同じタイミングでね、メールでいただいたね、ご意見、これがね、ちょっとね、面白かったんでね、こちらでね、ご紹介してみたいと思います。バンビエンには、何十回も行ったことがあるし、ラオ人の友達もたくさんいるから、そっちの事情はよくわかっているから、お前の動画の薄っぺらさがよくわかると、笑、ということですね。ティアニア、ピーピーローなんかの有力者のことは全然触れていないから知らないんだろうな、わら。バンビエン人は数文化があるからみんな知ってるし、警察も黙認しているから、行く価値があるんだろう。オキアのことも、無風な店のことも、全然紹介してないし、このチャンネル見る価値ないな。虫面して動画投稿するの、マジうざいからもうやめれというご意見いただきました。なんかね、頭の悪そうなね、文章ですね。この、なんだこれ。この辺がね、ラオス人の友達っていうのは、これ、慣れてないですね。ラオス人っていうね、呼び方はね、こっから来た旅行者ぐらいですね。まあ、つながりがある人にはね、みんなね、ラオ人もね、自分のことをラオ人と言いますし、ラオス人とは言わないですね。まあ、そんな、この辺、あとね、たくさんいるから、そっちの事情はよくわかってるからって、カラカラってね、もうちょっとね、文章力をつけた方がいいんじゃないでしょうかね。まあ、僕の動画の薄っぺらさがよくわかる。僕は薄っぺらい人間なんでしょうがないですね。はい。あとね、固有名詞、これね、あれですね、朝のプッシャーですね。全員僕の知り合いですね。はい。まあ、僕そうはないですけどね。その辺はね、知り合いはね、まあまあね、無駄に顔は広いんで、まあまあこいつら全員知ってますね。であとていうか僕に言わせればね、こいつらしか知らないのかって感じですね。うん。あとね、バンビエンジンは数文化があるからみんな知ってるじゃんか。これはね、大間違いです。数文化はね、今のね、30代後半ぐらいか、よりね、下ですね。その、30代より下、人間がね、嬉しがって吸ってるぐらいですね。それより上の人間はね、アヘンを吸ってましたね。うん、オピウムです。はい。で、まあまあ、摂取するね、文化っていうのはね、これは一応なんだ、調味料の一つとして利用するんで、まあ、スープなんかにはね、こんなするやついますね。だけどね、まあまあね、吸う文化があるっていう認識自体がね、まあまあ間違ってるんじゃないかなと思います。あとは、なんだっけ？これか。これですね、オキアのこと、不服な店のことも全然紹介してないし、このチャンネル見る価値ないなと、まあ、そう思う方はですね、ご覧いただかなくて結構だと思います。虫面して、動画投稿するのマジうざいからもうやめれということな、やめれってことは北海道の方なのかな。うん。僕も虫面してないです。僕ね、主です。ごめんなさい。バンビエン住んでるね、僕より長くバンビエン住んでるね、人間はね、日本人はね、いないですね。だから、まあ、日本人に限ってはね、僕が主ですね。はい。
はい、次いきますね。メールでのご質問ですね。ラオスのビザに、関して質問があります。いつも動画を楽しく、私は3年前に旅行でビエンチュアに10日ぐらい滞在したことがありますが、ラオス人の穏やかな人柄や、街の雰囲気が好きで、移住をするならラオスに住みたいと考えています。ですが、個人でネットで仕事をしているので、ラオスの就労ビザを取ることは難しいと思うのですが、私のような仕事でもラオスに長期滞在するできるビザなどはありますか？もしご存知でしたら動画で、お返事していただけると嬉しいですということですね。これ過去動画ですね、439番の、アンサー動画、リモートワークで ラオス対移住検討中、こちらの方でですねちょっと触れてます。あとね、こちらの、ご質問者さんにはですね、個人的にね、メールでね僕の分かる範囲で、アンサーしてますね。まあまあ、とりあえずね、いきなりね、まあ、どれぐらいの、ね、レンジを、ね、長期だとして、ね、考えるのかちょっと分かんないんですけども、いきなり、ね、来るよりも、短期お試しの、ね、短期移住で、ね、本当に、ね、相性が合うかとかね、その辺とかを、ね、探ってみて、それで、まあ、これで、ね、しっくりくるなっていう風な、ね、手応えがあった場合ですね、でそこで、本移住を、ね、検討すればいいんじゃないでしょうか、と思います。あとね、あれですね、ラオス、ものすごくね劇的に変わってます。で最近はね詐欺とかね、詐欺とかもだいぶ増えてますね。よいしょ、はい。ラオス高速、また熱暴走ですね。ラオス高速鉄道のオンライン予約でですね、クレジットカードの情報を抜かれて、不正使用されたっていうのがね上がってますね。でこちらの方もねリンク貼っとくんで、詳しいことはですね、こちらのおかみさんのですね、ブログの方で、ね、ご覧になってください。まあこんな感じかな。ちょっとね今日はね、ご覧いただいた方にね若干煽るようなね、動画になりました。ご不快に感じた方はですね、申し訳ありません。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。